僕の一生は僕が生まれる前から全部決まってた。嘆きの島の番人、それが僕の将来の仕事。シュラード家に生まれた者はブロッドを燃やす呪いを血に宿し、冥府の門を開閉するユニーク魔法を持つ。勉学においても魔法においてもイデア様は本当に優秀でいらっしゃる。特に魔導工学分野に関しては専門家も舌を巻いているとか。ええ、スティークスの未来は安泰ですわね。大人になったら何になりたい？普通の子供なら一度はされるであろう質問。誰か一度くらい僕に聞いてくれてもよくない？遥か彼方の栄光を目指し、頑張れ兄ちゃん。クロノス軍をぶっ飛ばせ。イエーイ、ハードモードノーダメクリア。さすが兄ちゃん、見たかクロノス軍め。ああ、僕もスターローグのヒーローみたいに。僕も兄ちゃんと一緒に冒険に行く。それで二人で悪者をやっつけるヒーローになるんだ。ヒーローか。オルトはなれるかもしれないけど、僕は無理かな。どうして？僕、兄ちゃんと一緒がいい。だって僕は大人になったら家を継がなきゃいけないし。じゃあ大人になる前なら？大人になる前？うん、大人になる前なら冒険の旅に出たっていいでしょ。確かに、家を継ぐ前なら外に出たっていいかも。本部のセキュリティさえ突破できればオケアノスホールから島の外に出るのは簡単と言ってみようか。冒険よし、兄ちゃんに任せとけ。ただの好奇心だった。少し冒険してみたかっただけだから、考えもしなかった。あんなことが起きるなんて。僕にかかればセキュリティをオフ。こんなに簡単に侵入できちゃって大丈夫？あ、オルト、ちゃんと僕についてこいよ。オキアノスホールから外に出る。ちょっと待ってろ。次は格納庫の管理システムにアクセスし。緊急事態発生。本部タルタロス内全収容カロン班は直ちにタルタロスへ急行せよ。リス、どうしよう。元に、だ、違う。そこから先は記憶がない。目を覚ましたとオルトはいなかった。まさかたった10歳の子供が世界最高峰のセキュリティシステムをハッキングする。彼は天才すぎた。脱走したファントムどもはまとめて冥府送りになったそうだ。そうするしかなかったとはいえ、僕のせいだ。僕が冒険に行こうなんて言ったから。弟一人守れなくてオルトを返せ。オルトを形成する全部、体、人格、記憶、戻ってこないなら作ればいいんだ。大丈夫、全部覚えてる。僕なら完璧なオルトをもう一度作れる。一緒に冒険するって約束したんだ。兄ちゃんに任せとけ。イデア様、部屋に引きこもってから
もう2年以上経つ。オルト様を失って心を閉ざされてしまわれたのだとか。だが定期的に大量の魔導パーツを要求なされる。一体何をしているのだろう。ブンバだブンブンブン。僕はついに取り戻したぞ。イデア様。何。はじめまして。どう。オルトの記憶 AI には自己学習アルゴリズムも組み込んである。世界初の自ら成長し続け。まさか弟君を作り出したというので。それはタブーです、イデア様。は？英雄が冥府から恋人を取り戻す話は美談になるのに、なんで弟はタブーになるんだよ。そう。ああやだやだ。これだから凡人は主観に基づいた倫理観や単なる感情論で他人をジャッジするのをやめてくださらんか。魂なんていう存在の証明が不可能な非物質がなくたって、弟はここにいる。しかも生身の人間よりもずっと強くて頑丈だし、改良を加えていけばいつか体一つで宇宙の果てにだって多分。遥か彼方の栄光を目指し、流星のように駆け抜けろ。そうだよ。クロノス軍もファントムも今のオルトなら今のオルトならヒーローにだって。前頭前野が活発化し、自律神経が乱れています。僕はあの日冒険に行かなければ、いやその前にヒーローに憧れなければ、そもそもシュラード家に生まれなければ、もしも僕らが普通の家に生まれていたら、友達とゲームして冒険して将来の夢を語り合って、いつか慣れたかもしれない。どうしてこうなっちゃったんだろう。僕たちはただみんなと同じになりたかっただけなのに。兄ちゃん。オルト。僕を追いかけてきてくれてありがとう。でも兄ちゃんはまだこっちへ来ちゃダメだ。オルト、どうして。うん、漫画の続きが読みたいとか、アイドルのライブに行きたいとか、新作のゲームをやりたいとか、全部を諦めるには。はあ、誰がこんなクソみたいな世界愛してるもんか。そんなくだらないこと全部なくなったっていい。くだらなくたっていいじゃない。もう何も諦めなくていいんだよ。兄ちゃんには僕ね。兄ちゃんには僕たちがあの日見た夢を叶えてほしいんだ。僕たちの夢。きっと長い道のりになる。兄ちゃんなら、兄さんならどこまでだって行けるよ。夢見た場所がどれほど遠くても大丈夫。僕はずっと一緒にいるから。だからオルト、待って。オルトー。イデア。